これがね、買ったオイルライン。結構ね、外のステンの皮膚硬いんで、グラインダーでちょん切る感じですかね。そんな難しい作業じゃないんで、サクッと終わると思います。と思ったんですが、よくよく見たらね、これが元のクランプね。で、こっちが新しく買った方なんですけど、このクランプ最初の締め幅がね18か19ミリぐらいしかなくて、新しく使う方の外径の方が細いんで、元のねこっちのバンドで締めちゃうと多分締め付けの力が、まあ、ちょっと弱い。もっと締めときたいんだけど締めれないから、新しくこう見た目ねほとんど変わらなそうに見えるんですけど、こっちの方が締め幅がより直径が細い方もね締め切れるんで、結構こういうの DIY 整備の盲点だったりするんで、まあこっちねあるからっつって使っちゃうと多分締め込みが緩くて、クランプのとこから漏れる可能性もあるんで、 DIY やる人はね注意してください。でね、ステンレスパイプカットするとここがケバケバするんで、まあ、カットするときこうやってなんかテープなんかしら巻いて切った方がいいっすね。1本目こんな感じついてます。まあまあいいんじゃないでしょうか。ここがやっぱね、ちょうどこう純正のヒートエクスチェンジャーのこう間というか上、このね上を通過してるんですよ。この上をね。でここでちょっと干渉してるんで、まあおいおいバンテージ巻くか、なんか遮熱板的なものを挟むか。まあちょっと対策しようかな。2本目装着終わってこんな感じです。レーシーだな、かっこいいな。せっかく上げたんでね、このオイルポンプのところのちょっとネジもね増し締めしようかなと思って、なんかこの辺からちょっとねオイル漏れてるんで、ちょっと増し締めして、でちょっとテストしてみますか。締めてエンジンかけたんだけど、なんかバンドの締め付けが悪かったのかね、全部吹いたねオイル。もっと締めなきゃダメか。うわー漏れてる、やり直し。大丈夫そう、多分。思ってる以上にホースバンドってちゃんと締めないとねダメですね。またねガレージオイルまみれにしてしまいましたんで、以後気をつけよう。そんなわけで DIY の時は皆さん本当ご注意ください。ではまた。